どうも皆さん、おやっとさ、ゆりどんでございます。皆さんこんばんは、いかがお過ごしですか。今日はですね、なんかこの顔に違和感を感じる人がまあ少しぐらいいると思うんですけれども、実は私ね、あの眉毛普通はこんな感じなんですよ、うん、生まれたての姿っていうのがこんな感じなんですけれども、まああの鹿児島に行っていただいたら、皆さんこの眉毛っていうふうにね、あの思っていただければいいと思います。はい、ということですね、今日は鹿児島をあのちょこっとだけ代表してですね、今絶賛放映中のセゴドン、 NHK の大河ドラマ見てますか皆さん。セゴドン、はい、セゴドンのあのにまつわる動画をですねシェアしていきたいと思います。ということでですね、セゴドンの何をシェアするのか皆さんなんとなくわかりますか。方言です。今見てる人はわかると思うんですけれども、すっごい役者さんがなまってると思うんですね。あれ実は薩摩弁って言って、鹿児島弁みたいな、鹿児島のなまりなんですけれども、この鹿児島のなまりがですね結構特殊なんですよ。この私の喋り方聞いていただいてもわかるように、あのイントネーションがすごくて、なんかその方言があるっていうよりかはイントネーションが今主力になってきてるんですね。なのでアクセントの場所がもういちいち違うんですよ。こうだから、あのユーリっていう、標準語だとユーリっていう名前のイントネーションが標準語であると思うんですけれども、鹿児島弁で言うとユーリってなります。なのでそれだけでも3文字でもね、たった3文字でもイントネーションがどん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 変わってくるぐらいもう難しいものなんですよ。今日はですね、そのイントネーションをですね、果たしてあの俳優さんたちはマスターできているのかっていうのをですね、このネイティブスピーカーがお教えしていきたいと思います。それでは行きましょう。なんや、それお通夜みたいな顔して。はい、今ありましたね。なんなお通夜みたいな顔をしてっていう風にね、沢村一樹さんが演じる赤山さんのね、あのセリフなんですけれども、もともと沢村一樹さんっていうのは鹿児島出身なので、やっぱりすごくうまいですよね。で、なんなっていうのは何なのかっていうと、何なの？何なの？っていう意味ですね。標準語で言うと、なんだよみたいな。なんだよそのおつやみたいな顔をしてみたいな。それを鹿児島弁で言うと、なんなおつやみたいな顔をしてっていうね、イントネーションの付け方になります。ちょっと、さすがに、今までひどか。じゃっどん、さすがに芋はひどかね。このイントネーション最高です。合ってますね。ここの場面は赤山様が島津家からね、自害しろっていうか、もう首を切れっていう風にね言って、首を切る、死ぬ前のすごい切ないシーンなんですけれども、皆さんとてもクリアに鹿児島弁喋れてます。で、じゃっどんってよく使うんですけれども、これは逆説の意味があります。そうだけれどもとか、だけどとかっていうね、だけど、しかしながらみたいなね、うん、だけれどもっていうような表現の方が合ってるかもしれないですね。だから例文を使うと、じゃあ標準語と鹿児島弁のじゃっどんを組み合わせて例文を作ってみたいと思います。あなたは本当に可愛いね。まるで子豚みたいだ。じゃっどん、子豚はひどいよ。わかりましたか？そんな感じです。それでは次に行きましょう。成明様が満身になられた。ほんの恋な。ほんの恋な。今ね、最後ドンをやってる鈴木亮平さんと瑛太がふんずる翔助さんね、その2人の掛け合いなんですけれども、ほんの子か、ほんの子いじゃっていう風に言ってるんですけれども、これも合ってます。めちゃくちゃこの現代の人たちも使うぐらい、ほんの子かって言って、
それはほんのこかっていうね、それはほんとかっていうねような感じです。ほんのこか、ほんのこいなみたいな感じで使います。よかったが福さん、今のよかったが福さんっていう、あの吉之助のね、あの最後高森役のお母さん役の人が言ってる、お母さんがいるんだけど、その人がよかったが福さんって言ってるんだけど、これもマジですごい。よかったがっていうのはもう本当に今の世代でも言う、若い人たちってだん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 方言っていうのをねあまり使わなくなってるんだけど、このがとかなんなんけとかなんなんがとかっていう言葉っていうのは若い世代の人たちも普通に使う言葉なのね。だからイントネーションも抜群だし、使い方も最高って感じです。この感じで言うと、よかったがっていうのはよかったねーみたいな感じ、でもいいがいいがとかっていう風にも使うから、いいねいいねみたいな感じだから、多分鹿児島弁が世界の共通語だとして、あ、日本の共通語だとしてね、あのインスタとかいいねじゃなくていいがって感じだからね、ほんと。今宵はここまでよかろうかい。いよいよ成明の時代がやってきました。手ごと決まれセット。最後、はい、最後に西田敏行さんが言ってるんですけれども、今宵もここらでよかろうかい、今夜もここら辺でいいかなっていう意味ですね。最後にセゴドン、キバレ、チェストって言ってるんですけれども、このキバレっていうのは頑張れっていう意味で、鹿児島の人たちはキバらないかんどとか、キバやいよとかっていう風に言って人を鼓舞するのね。なんか結構鹿児島の人たちって頑張れっていう言葉をすごいなんか普通に日常的に使ってるなってこっちに来て思ったんだけど、あんまりこうなんか東京の人たちとかってさ、頑張ってねとか頑張れとかっていうよりかも、大丈夫とかっていう風な声をかけてくれることが多いんだけど、鹿児島の人たちはどっちかというと大丈夫っていうよりかも、気張やいよとか、気張やいよっていうのは気張れのこう変化形なんだけど、頑張りなさいよみたいなこう声かけ、だから標準語みたいに頑張りなさいよっていう感じじゃなくて、こうなんて言うんだろう、心から出てこう心配する形の頑張れよって意味ね。で、あとは怒る時とかも気張らんかっていう風に怒ったりもします。気張らんかっていうのは頑張りなさいよ、もっと自分の力を精一杯出し切りなさいよっていうような怒り方ね、ニュアンスとしては。だからあんまりこう東京の人たちで、東京とかまあ他のところかわからないけど、頑張りなさいよって怒る人ってあんまりいないと思うのね。だから結構鹿児島の人たちは頑張れっていう言葉に対して、気張れっていう言葉を本当にもうちょっと親しみやすい言葉として使われてます。で、その最後にチェストって言うんだけど、チェストっていうのも私も鹿児島にいる時は全然知らなかったんだけど、実は鹿児島でできた掛け声らしくって、なんだろう、頑張るぞっていう時に言う掛け声的な感じだから、行くぞチェストみたいな感じで使ってた気がします。学級通信とかで題名がチェストって書いてるところとかも何回かあった気がする。はい、そんな感じです。皆さんうまくまとまってるか全然わからないんですけれども、ちょっとね、私もセリフを覚えるのが難しいから、こんなちょっと短めなやつ出しちゃったと思うんだけれども、ぜひね使ってみてください。ちょっと分かりにくくて申し訳なかったと思うんですけれども、何かこういう場面があったらぜひ解説する場を作れたらなと思います。それではゆうりどんでした。バイバーイ。